コスメデコルテのコンシーラー。ディオールのコンシーラーが支持されがちなイメージだけど、40代以降にはコスデコをおすすめしたいな。本気で悩んでいる黒いクマをディオールのコンシーラーで隠していましたが、お昼過ぎにはがっつり出てきてしまい、ハイカバーで落ちないと評判のコスデコに変えました。結構塗っても厚塗り感もないし、シワに入り込んで変に目立つこともなかった。なんとなく固形のコンシーラーって落ちやすくて塗りにくそうなイメージがありましたが、さすがコスデコでした。全然落ちないし塗りやすいです。どのコンシーラーを使っても隠せなかった青クマがこれ塗っただけで完璧に消えた。クマの程度も人それぞれなので個人差はあると思いますが、満足する仕上がりになると思います。私もコスデコ派でした。色の使い方がまだ慣れていないので練習が必須です。結構塗ってもムラなく乾燥せずいい感じでした。塗ってもよれないって最高です。クレドのジェルファンデーション、個人的な意見になっちゃうけど、コスメはクレドで揃えれば間違いないと思ってる。正直高いけど満足感しかないの別次元のファンデだった。肌に少しのせた瞬間から感動しました。毎日使用しても半年は持ちましたよ。自然で美しいツヤ感と肌に光を集めてくすみを飛ばしてくれました。私の肌は誰が見ても綺麗とは言えませんが、このファンデにしてからは自分に自信持てるようになったし、周りからも肌綺麗だねって言われるようになった。本当に感謝してます。53歳です。今までコスメにお金を使うということがなかったのですが、肌が気になりだしたので購入を決意しました。素晴らしく肌にフィットするファンデに初めて出会いました。薄付きですがカバー力があり、塗っても乾燥せずしっとりしています。伸びがよく密着度も高い。暑い夏でもよれないし崩れてもいない。時間が経てば経つほど肌に馴染み、こんなに優秀なコスメに出会えたことが本当に嬉しいです。下地なしで直接肌に塗っています。使い心地はスキンケア感覚でした。ファンデーションを塗っている感じがゼロ。メイクを落とさずに寝た日でも肌荒れすることもなく、肌が突っ張る感じもない。肌への負担が感じられないので、誰にでも使えるファンデだと思います。買ってよかった。40過ぎてからインナードライがひどく、アクセーヌのモイストバランスローションがいいと聞き購入しました。乾燥はするのにおでこや鼻から皮脂が出てかなり悩んでいましたが、かなりの変化を遂げました。一日中乾かない肌を初めて実感し、皮脂によって化粧も崩れないバランスのいい肌になれました。無香料、無着色、アルコールフリーでお肌に優しい点と評価に惹かれて購入をしました。正直こんなにいいスキンケア商品は初めてです。さらっとしたテクスチャーなので、なんとなく保湿力がなさそうと心配になりましたが、使用後はしっとりして潤いました。私自身敏感肌、乾燥肌という肌質で何を塗ってもピリついていましたが大丈夫でした。ポーラのアイクリーム、シワの原因になる好中球エラスターゼっていうものを抑制する成分が含まれているらしい。1年ほど使用していますが、使い始めたからシワの深度が落ち着いたなぁと実感しています。そして何より使った後の肌の張りとツヤ感が最高でした。高いですが適量を正しく使うのが一番効果的なので惜しまず使っています。未来の自分への投資だと信じて使ってます。一番気になる目元に集中的に塗っています。固めで濃厚なテクスチャーでしっかりと肌に密着しました。保湿力も完璧で目元がぷっくりしました。肌に張りが出たのか、もともとあったシワも薄くなった気がします。資生堂のスポッツカバーファンデーション、これは本当にカバー力が良すぎてびっくりしました。傷跡の状態に合わせ幅広く使えるファンデーションって、傷跡すら隠せちゃうのすごで購入しました。あざを隠すために使ったことがないので、あざだとどうなるのかは分かりませんが、正直どんなに頑固なシミでもこれなら隠せると思います。コンシーラーとしても使えるファンデです。それだけカバー力がすごいってことです。テクスチャーは固めなので、濡らしたスポンジや筆を使って肌になじませると滑らかに綺麗に仕上がります。毛穴をしっかり埋め、肌の凹凸をぼかしてくれます。頑固なくすみ、シミ、クマもハイカバー高密着のおかげで気にならん。カバー力といったらスポッツカバーですよね。かなり安くてこの質なのでめっちゃ助かってる。オバジの美容液、
これは毛穴の緩みが気になってる方にはぜひおすすめしたいコスメです。くすみなどにはまだ効果があるか分かりませんが、肌の緩んだ毛穴やシワ、シミには速効性がありました。冷蔵庫での保存がおすすめされているので、冷蔵庫での保存をしています。やっぱりオバジですよね。毛穴がキュッと引き締まって肌の透明感が増してきたように思えます。緩みまくった毛穴やくすんでパッとしない肌でしたが、こちらを使用してからじわじわ効果を実感しています。速効性があるかないかは人それぞれだと思うので、信用して使い続けることが大切だと思います。目の気になるクマにはエリクシールのアイクリーム一択。産後の寝不足でクマができまくってた頃は血行の促進がいいとのことでホットアイマスクをしていましたが、そういう感じのクマではないのでアイクリームに手を出しました。結果大正解です。クマだけではなく根元の気になる小じわまで薄くなってきました。毎日使って目元美人を目指します。コスメデコルテのフローレススキングローライザー、割と新しい化粧下地なんだけど皆さんにおすすめしたい。色ムラもないし、くすみも赤みも毛穴もシワも根こそぎカバーしてくれました。パールがしっかり入っているので肌が明るくなり透明感が爆上がりします。伸びが良くて塗った感が感じられないのにちゃんとカバーしてくれてる感じが超いいです。ツヤ感が出て肌がめちゃくちゃ綺麗になりました。この下地つけると肌に直射日光当たってるって思うくらい生き生きとした明るい肌になります。くすみががっつり消えて若返った気分です。これ使ってメイクして1日経った後、鏡で見てびっくりしました。朝の状態と何も変わってなくないって、これ以上にいい下地と出会える気がしません。永遠にこれ使ってたい。資生堂のエッセンススキングローファンデーション、最近発売されたリキッドファンデだけどリピ確定です。美容成分の入ったファンデなのでメイクをしながらスキンケアもできます。使用感はしっとりめで伸びが良く、ムラなくセミマットな肌に仕上がりました。年齢とともにくすみが気になる肌になってきましたが、全部カバーしてくれて助かりました。ティルティルからこちらのファンデに乗り換えました。正直ティルティルはカバー力はそんなになく、厚塗りしてる感が目立つところが気になりました。しかし資生堂のファンデは薄塗りなのにハイカバー、高めのコスメを買うのは初めてでしたが、こんなに質のいいものばかりなら他のものにも手を出しちゃいそう。ダーマレーザーのパック、とにかく濃密って感じのパックです。ビタミン C 系のパックが苦手って方には不向きかもしれませんが、透明感が出て毛穴も目立ちにくくなった気がします。マスクした後のお肌にはハリが出て若かりし頃のピチピチ肌を思い出してます。感動しました。私もビタミン系の化粧品合えばいいのにな。自分の肌には合わず使うとむしろ肌荒れしちゃいます。みんな透明感出たり毛穴が落ち着いたりで効果がしっかりあるみたいだから、こういうの使える人羨ましい。肌への密着感がめっちゃ好きです。液がひたひたでしっかりと保湿してくれそうだなぁと思いましたが、肌の上でペタペタ残っているだけで保湿はそうでもないなぁという印象を持っちゃいました。肌に浸透しているのかと問われるとちょっと疑問ですね。成分が強いので肌強くないとあんまりかも。スックのシグニチャーカラーアイズもめっちゃ気に入ってる。パケからして上品だけど、使った後の目元が段違いで上品になりました。ピタッと密着して白膜ができ肌との境界線が目立ちにくい。個人的には04番スミナデシコがおすすめです。ピンク系かって思ってる人もいるかもですが、このカラーは大人世代にこそ使ってみてほしいです。甘さが控えめで超上品。どのカラーもそうだと思いますが、ラメの濡れ感が非常に綺麗で色っぽいです。フジコのリップティント、とにかく潤い唇が膨らむ感じがします。塗った後もツヤが出て落ちにくく、唇が可愛い感じになりました。50の私には不相応かなと心配でしたが、程よく効果を発揮してくれるおかげで変に目立たずいい感じでしたよ。スックのファンデーション、ファンデーションをつけているのにつけている感覚がないくらい軽いです。みずみずしいテクスチャーでムラもなく、とにかく伸びがいいです。汗をかいても綺麗だし、時間が経った夕方でも崩れることなく綺麗でした。スックはいいですよね。もちろん肌への密着度が高いですが、何よりリキッドファンデなのにベタつかず、めっちゃ滑らかです。
伸びがいいので半プッシュでも顔全体に塗ることができました。ブラシで伸ばすとより綺麗にムラなく塗れました。ツヤ感が出て非常に上品な肌になりました。キュレルの下地が個人的にお気に入りです。プチプラで安いのに保湿力もあり肌に優しいです。程よいカバー力で顔がパッと明るくなり、気になっていた肌のくすみがいい感じになくなりました。柔らかくて伸びのいいクリームがしっかり肌になじみ、ムラなく仕上げてくれます。セラミドの働きを補い、肌に潤いを与えてくれるみたいです。肌のセラミドはホルモンによって生成され、特に40代以降からはできにくくなるみたいです。お肌に潤いを与えるための成分を補ってくれるので、心なしか以前よりも肌にハリができました。ふっくらしています。リンメルのワンダーエバーアイシャドウ、よく伸びるので一塗りでいい感じになり、高発色です。粉質はふんわりしていて、手でもブラシでも付属のチップでもつけやすい。高密着で粉飛びもしません。濃く塗れば濃くなるし、薄く塗れば薄くなるのでグラデーションがしやすいです。個人的には薄く塗った時のニュアンスっぽさが好きでした。プチプラでこれはありがたい。ラメやパール感がしっかりしており、非常に上品な仕上がりになり大満足です。粉質がかなり柔らかいので、ブラシで取るとめっちゃ粉が取れちゃいます。一回手の甲にトントンしてから顔につけることをおすすめします。もともとの発色がすごいので量間違えるときつい。これは安いしドラストで買えたのでよかった。今まで100均のアイシャドウを適当に使ってたけど、ドラストのコスメに路線変更しました。小田切さんのショート動画見たりで、コスメやメイクの勉強を頑張ります。ランコムのフェイスクリーム。これは今まで買ったお高いクリームの中でも群を抜いてよかったです。エイジングケアといえばこれ。っていう、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、ペプチドという成分をぎっしり詰め込んでいる万能クリームです。使ってみて感じたことは、翌朝のお肌の張りが全然違う。エイジングケア目的としてこちらを購入したのに、悩んでいた肌荒れまでピタッとなくなりました。全然ベタつかないです。使用感が盛りなしで過去一好きかもしれないです。塗布した直後はサラッとしていて、軽いし保湿されるか心配と思ったのですが、全く乾燥することもなく肌のキメが整いました。伸びもよく顔全体にしっかり塗れました。化粧前にこちらを使用しても塗らなきゃよかったかなってならないです。老化を救ってくれた神コスメを紹介しましたが、どうでしたか？あなたの老化を救ったコスメもぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。